リスグラ州は、日本の競争馬、繁殖品馬。早い時期から活躍したが、コバとなってから4つの GI 競争を制覇した。2019年にダミアン・レーンとのコンビで、宝塚記念を制すると、オーストラリアのコックスプレートでも優勝。同年の有馬記念では、アーモンドアイラを完封する圧勝を見せ、品馬初の春秋グランプリ制覇を達成した歴史的、名品。 場名は、母なより連想し、フランス語で、優美なゆりを意味する、リスグラシュより、2019年の JRA 少年度代表馬、2018年2019年の JRA 賞最優秀4歳以上品馬。2014年1月18日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。母、リリサイドは、現役時代に、フランスで、 リステクト競争参照を挙げている。2010年7月28日には、馬主がアンソニー・フォードから吉田勝美名義に変更され、引退後はノーザン・ファームで繁殖入りした。繁殖入り後は、ゼンノロブロイ3区のプルメリアスター、ダイワメジャー3区のレイレオンと2頭の頻馬を生んでおり、リスグラ州は、その3番子に当たる。頭と同じく、キャロットクラブの馬となり、 募集額は総額3000万円だった。育成はノーザンファーム早北の野崎高人旧社で行われたが、半路コースに入り始めた時期から神経質な一面を見せるようになり、一時期は海枠位が落ちて馬体を減らすようになったことで、リフレッシュのために一旦調教ペースが落とされた。その効果は2歳の春頃になって現れ、強い調教を行っても馬体が減らなくなり、 精神面も安定してきた。2016年5月に開催されたノーザンホースパークマラソンではリスグラ州の一口橋県が女子優勝者に景品として贈呈された。8月27日に新潟競馬場芝1600メートルで行われたメイクデビュー新潟でデビューする。安城には中谷優太を迎えレースでは一番人気に支持された。外枠から まずまずのスタートを切ると、後方待機策を取り、直線入り口でややまくり、気味に進出を開始し前を追うも、先に抜け出した、ルートディレクトリを、首さ捉えきれずの2着となった。続いて9月10日、阪神競馬場、芝千八百メートルでの未勝利戦に出走。スタートは、後発を決めるとそのまま先段に取り付き、4番手から、鋭く伸びて、 後続を4馬審査封じる圧勝劇を見せた。勝ち時計は1分46秒2で、当時の同コースの2歳レコードをマークする、快勝であった。3戦目での重賞初挑戦となった10月29日のアルテミスステークスでは、竹豊に乗り換わり、未勝利戦でのパフォーマンスの高さから、ディープインパクト3区の両血馬、フローレスマジックらを抑えて、単勝1番人気に押された。 レースでは、中段の外目に位置取り、直線に向くと早めに追い出し先頭に立ち、ゴール前猛追した、フローレスマジックを半場審査を抑えて、優勝、重賞初制覇を飾った。2連勝で重賞を制覇して、勢いに乗ると、12月11日に、GI 初挑戦となる阪神ジュベナイルフィリーズに、出走、部が、 香港国際競争機場で不在のため戸崎啓太を安城に迎え、人気は2連勝で混合オープン特別を制した、フランケル3区のソウルスターリングに次ぐ2番人気に押された。大外枠の18番ゲートからのスタートとなったが、通常最後にゲート入りするところをゲートへの寄りが良くないということで、中途半端なタイミングで枠入りをさせられたことで、待たされてしまい、 これが影響し、一馬身ほどで遅れてのスタートとなった。直線では出走馬中最速の上がりを使って追い込むも、ロスが響きないからスムーズに抜け出した。ソウルスターリングを捉えきれず一馬身1、4差の2着に敗れた。3歳初戦となった3月4日のチューリップ賞では、再び部が起上、前走に続き、ソウルスターリングとの2強対決と見られ、2頭のバレンは1.6倍をつけた。 このレースではうち、枠からの発想となり、大きく出遅れることもなくまずまずのスタートを見せ、道中は、ソウルスターリングから4、5馬身の位置につけた。しかし直線では、ソウルスターリングが、早め、先頭から悠々と押し切り乾杯、後方にいたミスパンテールにも交わされ3着となった。20年ぶりに、両馬場以外での開催となった、自走の丘賞では、 二連敗を喫したソウルスターリングに人気の面で大きく離され、キャリアで初めて3番人気以下となった。レースではチューリップ賞とほぼ同じ中段の前目の位置につけ、ソウルスターリングをマークするように運んだ。四コーナーを回り切ったあたりでややエンジンのかかりの鈍さを見せてバグに沈みかけたが、最後ゴール前はよく伸び、優勝した例のミノルこそ捉えきれなかったが、 ソウルスターリングには初めて先着し、GI 競争連続2着となった。2017年ローズステークスに手続く、優順頻馬では、スタートでやや出負けして後方からのレースとなった。そのまま直線を向くと、馬群の中を突く形となり、左右から束に挟まれるなど厳しい競馬を強いられ、初めて馬券圏,圏内を外した。しかしながら最後は伸びて5着と、 かろうじて掲示板は確保した。約4ヶ月の休養を経て望んだローズエースでは逃げた。川北円化を交わせず、さらに3から4コーナーでほぼ同じ位置にいた。ラビットランに上りサンハロンのタイムで0.2秒を取り3着となったが、規定により、集荷所への優先出走権を確保。その後は、集荷所に出走。スタートでわずかに出遅れて中断に位置した。 4コーナーで外から進出し、先に抜け出したモズカッちゃんを追い上げたものの、ゴール前でディアドラにかわされ2着に敗れた。自走のエリザベス上杯は、負傷して、起乗を自粛していたタケシから福永雄一に乗り代わりとなった。集団の後ろから競馬を進め、最後の直線では、 メンバー中1くらい体の上がりで追い込んだが、前半1000メートルが62秒0のスローペースとなったため前に届かず、初めて掲示板を外す発着に終わった。年内最終戦は、有馬記念を予定していたが回避し、この年を終える。4最初戦は、ボバ混合戦である東京新聞杯を選択し、3番人気に押された。スタートから8、9番手の位置につけると直線では、 バグンを割って抜け出し、後続を振り切って優勝。2歳児のアルテミスステークス以来となる重賞2勝目を飾った。この勝利もあって、自走の阪神品馬ステークスでは、混戦模様の中で4.3倍の一番人気に押された。雨でのレースの中、後方から中断を追走して、最後の直線では、外から追い込んだものの、前目で競馬を進めていた。 ジュールポレールを捉えられず、花さで敗れ、4度目の GI2 着となった。その後は、初のボバ混合 GI となる、安田記念に出走。後方4番手から4コーナーで位置を押し上げていったが、最後は伸びをかき8着に終わった。4ヶ月の休養を挟み、不中品場ステークスに出走。前走の安田記念から1 2ラムの馬体重が増加し、4 2 0キロの2歳児から大きく。 成長していた。ジョアン・モレーラが、起乗予定だったが、非乗停止処分を受けていたためミルコデ・ムーロに乗り換わり、前走クイーン・ステークスを勝利した、ディアドラに次ぐ2番人気の指示を受けた。川北炎下が、大逃げを打つ、展開の中で最高峰から中段まで上がっていき、上がりサンハロン32秒6の追い込みで一旦は、先頭に立ったが、本場を上回る末、足を使った、ディアドラに、 ゴール寸前でかわされて2着となった。自走のエリザベス上イでは、ジョアン・モレーラを安状に迎えて出走。前年覇者、モズカッチャン、シオンステークスで3馬審査の圧勝を飾った、ノームコアに次ぐ3番人気に押された。レースでは先手を取った、前年の2着馬、クロコスミアが1000メートル通過1分1秒4という、スローペースで引っ張る展開を、中段から追走。 直線に入ると、黒コスミア暗状の岩田厚生が前にいる自分たちに、有利な流れに持ち込もうと逃げ込みを図り、黒コスミアとの差を各場が詰められない中、リスグラ州は上がり3ハロンで出走馬中唯一の33秒台となる33秒8の末、足を見せて猛追し、ゴール前で先頭に並びかけると最後は、首差振り切って優勝。 8度目の挑戦で悲願の GI 制覇を達成した。また、安城のモレーラにとっても、JRA の GI は、初制覇となった。その後は、クロコスミアと共に、香港バーズに出走。サンクルー対象カチューマ・バルトガイストやアイダービーバ、ラトローブなどの競合が揃う中で、現地のオッズでは4番人気、JRA 内では2番人気に押された。先手を取った。 クロコスミアが1600メートル1分39秒台のスローペースで逃げる展開の中で後方に位置を取り直線では大外から伸びて残り200メートルで先頭に並びかけたが内で粘るエグザルタントに差し返されて2着に敗れたこの年は全7層16層で馬券圏内に入り GI も4戦1勝2着2回と安定した成績を収め 記者投票では276票中265票を集めて JRA 賞最優秀4歳以上品馬に選出された。5歳初戦は、金車地賞に安城アンドレアシュシュタルケで出走し、そこから香港のクイーンエリザベス2世カップに挑戦するプランが発表された。迎えた金車地賞にはダノンプレミアムやアルアインなど本馬を含めて GI 箱こと、 さらにそれらの有力場を抑えて一番人気に押された4連勝中のエアウィンザーなどが揃い、単勝オッズは5番人気に止まった。レースはゲートの中でバランスを崩した影響で2馬身ほど出遅れて後方からのスタートとなり、1コーナーで中段まで位置を上げる展開となったが、道中はエアウィンザーと並ぶ形で先段を追走し、直線では勝ったらノンプレミアムと並ぶ。 メンバー中1くらい体の上がりで追い込んで2着に入った。その後は、オイシン・マーフィーを安城に迎え、ディアドラ、ウィンブライトと共に、クイーンエリザベス2世カップに出走。JRA 内のオッズでは、前年の香港バーズ優勝後に、センテナリーバーズ、香港ゴールドカップを連勝していたエグザルタントに次ぐ2番人気に、支持された。 レースでは前半1000メートル59秒台のハイペースで流れる展開の中で中段から競馬を進め直線ではエグザルタントと並ぶ形で外から追い込んだが内から抜け出したウィンブライトとの差を詰められずさらにエグザルタントにゴール手前でかわされ3着優勝したウィンブライトの勝ちタイムはスナデン芝2000メートルでは 初の1分58秒台となる1分58秒81のレコードであり、安城のマーフィーは、今日は、勝ち馬が強かったですね、と振り返った。第60回宝塚記念続いて、ダミアンデーン機種に乗り換わり、宝塚記念に出走。ファン投票は9位であった。出走12頭のうち、レーデオロや、アルアインなど GI 優勝馬が6頭。またボバが11頭で、ンバは、 リスグラシューのみとこう一点であった。大阪杯2着から望む奇跡が3.6倍の一番人気の指示される中、5.4倍の3番人気となった。末、足を生かす競馬をしたいと、レース前に語っていた。しかし発想すると、逃げる奇跡に次ぐ二番手で進むこととなった。ゲートが開いたら誰も行く馬がいなくて、遅い流れになる。と瞬時に判断しました。 僕はスタートが良かったし、緩めの馬場だったので、前で競馬をしても残り目はあると判断し、無理に抑えることはしませんでした。ダミアン・レーン、ダミアン・レーン騎手が振り返るリスグラシューの記憶前半1000メートルを1分、ちょうど通過し、ミドルペースという展開となった。直線では奇跡をかわし、迫るスワーブリチャードも突き放して、2着の奇跡に3馬バシンの喫茶をつけて1着入線。 GI2 勝目、2016年のマリアライト以来4投目となる頻馬の宝塚記念制覇を果たした。また、勝ちタイムの2分10秒8は、阪神競馬場の芝2200メートルで行われた宝塚記念では、史上2番目に早いタイムであり、調教師の矢萩義人にとって管理場初の宝塚記念出走で勝利を飾った。レーンにとっては JRA。 短期期市免許期間中最後のレースで j r a g i に勝目を果たした。2019年から宝塚記念の優勝場には、オーストラリアのムーニーバレー競馬場で行われるコックスプレートへの優先出走権及び優勝時のボーナスが付与されることになり、陣営は出走を検討していたが、4月に香港遠征を行ったため香港とオーストラリアの 検疫規定により出走が不可能になり、一時はオールカマーからの指導が発表されていた。しかしその後、オーストラリア農務省など関係者の尽力により、検疫規定が改定されて遠征が可能になり、正式にコックスプレート参戦が決定した。再び安城ダミアンレーンで迎えたコックスプレートでは、現地からも本命死され、 ブックメーカーでは各社とも一番人気とし、JRA 馬券発売では単勝オッズ1.7倍の圧倒的支持を受けての出走となった。外枠からの発走となったレースでは、後方3番手に位置を取り、最終コーナーで外を回して位置を押し上げると、同競馬上の173メートルの直線で先頭を差し切り、最後は2着に一馬新半差をつけて優勝。 G1 競争3勝目を海外 G1 制覇で飾るとともに、前週にコーフィールドカップを制したメールドグラースに続く日本馬2週連続のオーストラリア G1 制覇を成し遂げた。レース後、ヤハギ長教師は強かったですね。もちろん勝負にはなると思っての挑戦でしたけど、こちらの考えていた以上に強かった。リスグラ州自身が私の考えている以上に素晴らしい。 馬になっていたという感じですとコメントした。11月16日、矢作町教師から自走は第64回有馬記念となること、そしてこれが引退レースになることが発表された。また、安城はコックスプレートに引き続きレインが務めることに決まった。レインはこの年の宝塚記念の後に2ヶ月間の短期免許交付期間を終えていたものの、 臨時試験の実施基準の中にある、本会 GI 競争で2勝以上をクリアしており、有馬記念が行われる12月22日のみ1日限定の免許交付が認められたものである。迎えた、有馬記念では、アーモンドアイラ GI 馬が11頭出走する、近年稀に見る豪華メンバーが集まった中、単勝2番人気に支持された。矢作町教師は、レース前、 アーモンドアイとの対決は、コースマン妙理に尽きると語り、通常なら、単走で追い切るところを、悔いを残したくないと一周前同様の反路合わせいっぱいで、臨戦体制を整える。そうして、十分な負荷をかけてもなお当日の馬体重は、過去最高の4 6 8キログラムと、パンプアップした姿を披露した。 レースでは、アエロリットが作った1000メートル通過58秒後、というハイペースの中、中段内で待機し、4コーナーに向かって各馬がペースを上げた際にも、馬なりのままちを回って、最後の直線を迎える。その直線では横に向かって走るかのように大外へと、持ち出し、十分な振動を確保した後は上がり、最速となるサンハロン34秒7の末、足を繰り出して、 残り200メートル地点で先頭に立つと、2着のサートルナーリアを5馬審査突き放す圧勝で優秀の美を飾った。この勝利で、国内外 GI 競争3連勝、加えて2009年のドリームジャーニー以来史上10頭目となる同1年の宝塚記念と有馬記念優勝を達成。これは、頻馬としては初の達成となった。矢萩調教師にとって、 今回のレースは、宝塚記念と同じく管理場発の有馬記念出走となったが、こちらも優勝で飾る結果となった。レース後、矢作町教師はこのレースで引退する本、馬を、もったいないね。でも、本当に感謝しかありません。今日は、馬が、さらに進化してくれて、史上稀に見る名品ですとねぎらった。安城の霊園騎手は、宝塚記念。 コックスプレートと起乗しましたが、さらに良くなってるぞ、と矢作先生に聞いて、自信たっぷりに起乗しましたとコメントし、引退レースになることについては、本当に残念な話。非常に残念です。素晴らしい GI 場で参加できて、嬉しいですと述べた。2019年度、JRA 賞の受賞馬選考委員会では、274票中に71票を得て、 JRA 少年度代表馬、最優秀4歳以上牝馬に選出された。また、1月23日に発表された2019年度、ワールドベストレースホースランキングでは、有馬記念の勝利が126ポンドと評価され、日本超強馬のトップ並びに、世界第5位体となった。これは、日本の牝馬のレーティングとしては2018年に、アーモンドアイが獲得した124を超える、 歴代最高値であり、負担重量による減算4ポンドを考慮すれば、エルコンドルパサーに次ぎ、ジャスタウェイと並ぶ日本調教馬、歴代2位、対、国内 GI としては、史上最高値となる。出展なき場合、以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。年が明けた2020年1月19日に、京都競馬場で引退式が行われ、 1>, 1月22日付で JRA の競争馬登録を抹消。1月24日に生まれ故郷の北海道、阿比良町の農山ファームに戻り、繁殖品馬となった。初年度の後輩相手の候補には、レーデオロ、モーリス、ローとカナロアが挙げられたが、ウイゴは小さくなりがちなので馬格のあるシュボバオということで、モーリスと後輩された。 2021年2月7日22時50分頃、ノーザンファームにて、初子となるモーリスのオウマを出産した。ありがとうございます。